一方でその財政の問題はあるんですけども、まあ、今っていうのはですね、そのいわゆる輸入物価が上がることでコストプッシュで物価が上がっちゃうわけですね。でこういう時っていうのは家計は苦しいんですけども、でも政府ってどんな理由であれ物価が上がったら税収は増えるので、いわゆる今ってやっぱり政府の方が税収取りすぎてるんですよ。